前回の勝倉、視聴者さんから有益な情報、水のスプラッシュポーションでブレイズを倒せるみたいなんだ。わ、なんかこれロマンあるじゃねえか。これうまくいったらトラップなんかにも使えるんじゃね。そんなわけで検証。確かにダメージは受けるけど、倒すまでめっちゃ大変だった。はい、どうもこんばんは、勝倉でございます。いやー、もう前回もね、いい検証できましたよね。検証ときたら次はね、建築シリーズでございますよ。今ですね、背面に見えますですね、畑の方。まあ、畑がですね、見事にね、はげ、あ、ちょ、待て。あ、ざまど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 、なんか水ぶしゃーになってる。わく。いろんなとこわく。うーわー、やばい。やっぱりこれ、いつからこんなになってたのこれ。ちょっと待って。あれはまずいわ。あれはさすがにまずいと思う。よしよし、いった。ああ、しょ、よくなった。うわー、でもこれいつからなってたんだろう。まずいよねー。ほら、後ろもすごい音が界でしょ、これ。だから移設を考えてたの。あ、ていうか、まあ、まずいね。ここら辺、もうモンスター湧いて、なんかやられる。今回すごいキーマンだから、あれ。あの人たち。この村を私が守る。よく寝た。さーてね、本日はですね、ちょっと裏蔵の方を進めてたんですけども、ちょっと待って、その前にスタバの方行こうか。あったこれ。野菜ボックス借りるね。子供生まれてるわ、なんか。とりあえずこちらの方向かいましょう。ほら、見てよ。ちょっとね、裏蔵で、これね、整えてたんですけども、ちょっと大体構想できてきましたよ、これ。今回はですね、ちょうど奇数だったので、まあまあ良かったんですけども、一応ね、ここにね、溜まるようなシステム作りをしていきたいなと思います。まあこれはまあ無限なんとか装置みたいなもんですからね。ちゃんとやっていこうかしらね。まずはね、お水。やっぱね、植物育てるのにね、お水は大切だからね。ちょっと待ってよ。よしよしよし、まあ、まず綺麗になった。ほんで次反対側ね。できたー。ほんで裏側の方もね、ちょっともう水あらかじめ張ってしまいますからね。多分これ将来的にね、後ろの方までやって結構長く作るとは思うんですけども、うまくいったらな。今回のうまくいくかどうかわかんねえから。まずは、やるべきは、こういうことだと思うんですよ。将来的にちょっと使うと考えて。今一旦これで置いときましょう。ほんで土もね、こっからね、こんな感じで続いていくようになっていくんですけども。一旦、前列の方だけちょっと仕上げていきますよ。いや、これでうまくいったらね、すごいね、簡単なんですよね。で、お水。ほい。あー、やべ、間違えた。あー、やべ。あーべ。やべ、べ。湧くようになっちった、ここら辺。あのっから湧くようになっちった。いや、この問題だな。塞いどっか。よいしょ。臭いものには蓋をする主義です。さあ、水張り、続きまーす。よーし、できたぞー。さあ、こっからね、また、段取りなんですけども、まずはフェンスだよね、フェンス。フェンスをね、この上にね、貼ってきます。よーし。で、まあ、ここもフェンスだよな。あ、っていうか、ちょっと待てよ。あ、やべ。おい、ちょっと思ってたのと違うかもしんない。なるほどね。いや、これうまくいくのかな、今回の方法。ちょっと待ってね。そう、思ってたのと、なんか違うのが出来上がりそう。とりあえずね、明るい照明、後ろに置い、あーでも、ただの松明がいいか。ほんで、ここにもね、フェンスを敷いて、こういうことだね、多分。いけんのかな、これ。やべ、すごい楽しみになってきた。あ、その前、レール敷かないだな、レール。っていうか、その前、今日米読みしてないな。米読みしとこ。カズさん、僕、YouTube をやってるんですけど、チャンネル登録者数が全然増えなくて、どうしたらいいですか？これだけは質問返してください。いや、ちょっとね、それ私も教えてほしいんだ。メインとの差がどんどん縮まってきている。いや、これもうほんと一緒の悩みなんだよ。どうやってメインの登録者数を増やせる？どうやったら増やせるんだ？なんか負のスパイラルに陥ってるような気がするんだよ。いや、どうすればいいんだろう。いや、みんな、もしよかったらチャンネル登録者数の増やし方、教えてください。お願いします。メインな、メイン。うん。いや、ほんと難しいんだよな。登録者数増やすって。そんで、これだ、これ。今回ね、このマス目にも、意味があって、これ水からね、4マス目までが水が来るんだよね。で、こっちも。はい、そんなわけで、両端の方にね、これ水を張ってる感じなんでございますよ。ちょうどね、両端張れば8マス分いけるからね、これ。まあ、とりあえず、畑。ね、ちょっと地盤を作っておきましょう。人参育てようかなぁ。ね、人参参りましょう。よーし、できたぞ。ほんで、こっち側の方には、じゃがいもでも育てることにしますか。いや、これ一歩ずつですね。うん、大変なんですけど、これさえ終わればね、ほんと全自動のやつがね、できるはずなんですよ。多分ね。よーし。
よし、ちょっと待ってくれな。あとは、あ、やべべべべべべべ、襲われる。やばい、夜、ま、大丈夫かな。大丈夫、あっち、ガチめに危ないと思うんだけど。あー、生きてた、みんな、よかった。あー、じゃあちょっと、農民さん、ちょっと連れて行きましょう。よーし、行くぞ。こうだな。おほほほ、ちょっとごめんよ。お前はな、名もなきワンちゃんか。こっち来て。いや、結構収録外で戦ってくれてありがとうな。こいつ意外に奥の方で戦ってくれてたんだよ。いや、ほんとね、うちのワンちゃん、いいワンちゃんだらけだからね。ここで曲がって、あっちの方に入っていく感じですね。一人ずつ確実に行きましょうか。な、こんな感じで、まずは一人連れて行きましょう。よし、行くぞ。新しい農場へ。これで全自動の畑ができるはずなんだ。そう。よーしよしよし、いいね。いいね。そういうこと。で、次が、こうか。よーし、あと一人持ってこよう。うわー、ちゃんと形になりそうだなー。あー、そんで、まだまだね、ほんとみんないつもコメントありがとうね。まだまだあるんですよ、紹介したいの。友達いないんですね、なんて言わないでください。僕は母さんの友達ですよ。いや、ほんとありがとう、視聴者の皆様。ほんといい視聴者さん持った。ほんでね、他にね、有益情報集めてたんだけど、母さん、朗報です。ミサスケの頭やクリーパーの頭などを被って水中に入ると息がゼロになったらダメージを受けますが、残り半分のところでダメージを受けなるようです。これは普通そうかもしれないね。ただ、ウィザーと水中で戦うなら、ここはあんまりね、意味ない。うん。だからもっと巧妙なやつ。跳躍力つけてマグマ流してそこに着するとダメージ受けないよ。母さんは視聴者を信じるんでしょ？騙されねえわ、それは。いや、ほんとね、巧妙なやつがね、結構混ざってきてるんだよね。ほんとにそれっぽいやつ。もうそれにはね、もう私騙されないから。うん。カズクラを舐めるなよ。嘘だけはいち早く発見するんだからな。あ、ただね、そうだ。新しいアップデート情報みたいなね、なんか次のバージョンの、なんかもう出回ってるみたいだね、少し。うわ、それすごいね、なんかロマンあるアップデートもあるし、なんかね、あ、残念なアップデートもあるみたいで、そこら辺ちょっと注意しないといけないよね。弓的なもんでね、なんかあるみたい。うん。だから今のうちに作っておかないとってのもあるんだけど、ま、とりあえずね、行きましょう。あれ？進まねえな。なんなんだろう、これ。動かねえ。この段差越えれないの？怖い。一回壊して、あー、上行っちゃった。上行っちゃった。あ、そこハマっちゃいや。あ、もういいや、もう。あ、この人は大丈夫そう。よし、行きましょう。よし、いいぞ。いいぞ、そのまんま。あ、戻っていく。すごい勢いで戻っていく。なんで。ちょっと待って。よし。よーし、行くぞ。おら。うわ、待て。ちょっと待て。ちょっと、あっちょ。やっぱストレートに登れるようにしないとダメだよな、これ。やばい、いろんなとこが削れてってる。よーし、行くぞ。よーし、あとはしっかりと。よいしょ。ほんで、ぽい。ほんでね、多分いけると思うんだけど、あー、真ん中取りに行けないなー。まあ、いっかー。もったいないけど。あとは、育てるための、お野菜ね。お野菜じゃねえ、骨。コップんちょっと持ってこいよ。ちょっとね、今強制的にね、お野菜を育てさせていただけますけど、お、ちょっと今回収始めましたね。あ、いいですね。これがね、スタックがいっぱいになったら、この村人同士で真ん中で、この食料を投げ合うと思うんですよ、多分。そしたら多分無限にね、製造してくれるようになると思う。ただ、それまでが結構時間かかるんだけどね。よし。とりあえず育てて、とりあえずそこら辺は確認できたね。ちゃんと育てて、収穫するところまでは見れてる。そんで、今強制的にちょっとやろうかな。人参をいくつか持って、ほんで待てよ。あの人にね、直接渡すんだ。いいよ、できてるよ。ぽい。ちゃんと取ってくる、拾ってくれるかな。拾ったね。よいしょ。これで多分アイテムがね、多分スタック的にいっぱいになって、渡すシステム、ちゃんとね、ここまで来た時の話だけどね、渡すシステムができるとは思うんだけど、どうなんだろうね。一旦ちょっとまず寝ましょう。投げた今なんか。これですよ。あー、投げてる。あ、いい。パン投げてるわ、なんか。人参も投げてるな、多分。あ、いい、完璧。できるやん、君たち。ちょっとあれ、前が小麦収穫の人だったんだよね。ほんで、代わりに、小麦を、パンにして、こん中の方に今ね、投げてくれたみたいでございます。できるんじゃん、このシステム。よーし、これでね、なんとなく、なんかできるってのは分かったぞ。まあ、とりあえずですね、本日はこんな感じで終わりたいなと思います。これ、後ろの方も増設すればですね、多分全く、この水流でなんかうまいこと流してあげ
めれば多分いい感じにできるんですよ、これ畑が。ちょっとねこの勢いで拡大していこうかな。またね裏倉の方で少しずつねこちら拡大の方やっていくかもしれませんので、まあよかったら皆さん裏倉の方も楽しみにしててください。それでは本日はこんなところでまたお会いしましょう。バイバイ、バイバイキン。